俺がお嬢様学校に庶民サンプルとしてラジられた件は7月高文による日本のライトノベル。イラストは純月化。2011年から2016年まで一人者文庫より刊行された。メディアミックスとして月刊コミックレックス2012年7月号から2018年11月号まで作画リスマイによる漫画版が連載。 2013年2月20日発売の小説第5監督装版では、ドラマ CD 化され、2015年10月から12月には、アニメ化された。2016年に1月時点で、シリーズ累計発行部数は220万部を突破している。ごく平凡な高校生、かぐら坂工人は、ある日、突然、正解女学校に、拉致されてしまう。そこは、 名家の礼状のみが集い、伝統と格式を重んじる超お嬢様学校。生徒たちは、外界とは、全くの無縁で、敷地から外に出ることさえも全くない。おまけに、父親以外の男性や、世間の一般常識、挙句は、流行を全く知らないままの、超絶箱入り娘として、学校生活を送る。ゆえに卒業して、 一般社会に出ても世間に対する常識や体制が皆無であるがために近年では現実に絶望して引きこもりのネトゲ廃人とかすものが多くなってしまった。そんな問題を解決すべく異性と世間に免疫をつける教育のために拉致されてきた孔人だったが彼女たちは庶民や男性の物珍しさやその純粋さから彼が学園に来たことを大いに喜ぶ。 そんな中、孤独に悩んでいた、同級生の天空、橋愛香は目立つために後人と共に二人だけの部活、庶民部を結成する。しかし、同様に友人のいない、塩止め白亜や新寮可憐が加入、さらにはクラスで人気の学級委員長である、有栖川玲子まで加入してくる。声優は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版の順。一人だけの表記の場合は、 テレビアニメ版のみの声優であることを示す。高等部中等部幼稚園年少藤組メイド教職員、その他関係者、俺がお嬢様学校に庶民サンプルとしてゲッツされた県のタイトルで、2015年10月より12月まで、東京 MX、サンテレビ、KBS 京都、スターキャットチャンネル、BS 富士、ATX にて放送された。全12話、 作品名を原作から解体するにあたり、放送前には、ゲッツのネタを生んだ。ダンディ・サ坂野と原作者、7月が調印式を執り行い、坂野は、ゲッツ、監修という役職のスタッフに就任。第10話では、坂野のイメージ画像声という形で、アニメ本編にも登場した。ちなみに、ゲッツと、されたの間に、ハートのマークが入る。 DVD&Blu-ray 各巻映像特典短編エピソード第1巻は原作刊末に掲載九条さんのド S 相談室が完全新作アニメとして収録第2巻以降冒頭全力坂をモチーフにした筋力坂というエピソードが挿入される DVD&Blu-ray 特典特別書き下ろし小説俺がお嬢様学校に 庶民サンプルとしてキッズされたラジオは、おっと泉にて2015年9月30日から2016年1月13日まで、毎週水曜日に配信されたラジオ番組。パーソナリティは、セリザーユーと、立花リカ。作中にはたびたび、実在する人物や漫画が登場する。俺が、お嬢様学校に、庶民サンプルとしてキッズされた件に関するカテゴリー。ありがとうございます。